ンネル。大阪連携阪神タイガース、オリックスバファローズ優勝記念パレード実行委員会の皆さんです。斉藤元彦兵庫県知事、久本喜三神戸市長、神戸商工会議所川崎博也会頭、神戸ファンの皆様、1年間ご声援本当にありがとうございました。おかげさまで18年ぶりの優勝、そして38年ぶりの日本一ということを成し遂げることができました。選手だったんですけど、38年前は優勝パレードできなかったので、阪神タイガースとしては初めて日本一の栄冠を勝ち取った初めての優勝パレードを今日やってもらえるようになりました。1年間本当に熱いご声援のお礼と感謝を込めて、今日は選手みんなでパレードして、これ最後のすごい声援を受けてみんなにねお礼をしたいと思うんで、今日一日よろしくお願いします。本当に1年間ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。近本浩二選手会長です。よろしくお願いします。本日は、このような素晴らしい機会を作ってくださった関係者の皆さん、本当にありがとうございます。18年ぶりのリーグ優勝、そして38年ぶりの日本一の喜びを、ファンの皆さん、市民の皆さんと分かち合うことができて本当に嬉しく思います。選手たちも初めてのパレードですので、存分に楽しんでいきたいと思います。本当に1年間ありがとうございました。近本選手ありがとうございました。監督、すごい声援ですね。いやいや、もう本当も感謝しますよ、これはね。日本一としては初めてのこのパレードですよね。いやいや、まあもうね、ちょっと聞いたんですよ、前やったかなと思って、まあ、ちょっとなんかね、行政できなかったということでね、まあ本当ね、良かったですね。はい、甲子園も大声援ですけれども、今日のこの神戸もすごいじゃないですか。いやいや、人数がすごいですよね。まあちょっとどのぐらい人がね来てもらってるかわからないけど、もう本当もう感謝ですね。はい、前回の優勝パレードと比べてやっぱり気持ちは違いますか？いや、前回負けたんでね、やっぱり日本一というのはね、やっぱり後からついてきたんで、まあ、余計ね、やっぱり感激深いですね。はい、これだけの方がやっぱり今年のタイガース岡田監督を大声援で後押ししました。そのあたりいかがでしょう？いやいや、もう1年間ね、ずっとねこういうねすごい声援もらってたんでね、まあ、それにね本当応えられてよかったですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。岡田監督でした。人がやばいっす。マジこんな人を初めて見ました。すごいっすよ、本当に。甲子園も4万人以上入りますけど、今日3度目どうですか？何人来てるんですか？おそらく20万人以上とは言われていますが、すごい、マジですごい、鳥肌立つっす。ファンからの声聞こえてますか？聞こえてないです。何言ってるか分かんないっす。先ほどは歩道の方と会話しませんでした？はい、会話しませんでした。誰か、なんかね、知り合いがいたり、なんか誰か知ってる人がいました。1年間選手会長お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これだけの人は初めてですか？いや、初めてですね。なんか感動してます。はい、普段三宮来られると思うんですけど、普段とは全く違いますか？いや、もう全然違いますね。本当にこれだけの人が集まってもらえたんで、本当に感謝してます。ファンの皆さんも伝えてますんで、これからもたくさんの拍手、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、続いてまいりましょう。中野選手、お疲れ様です。お疲れ様です。WBC から長い1年でした。いかがでしたか？
いや本当に長い1年でしたけど、でもこういう風にファンの皆さんにこう祝ってもらえて、本当に自分としてもいい1年の締めくくりができたかなと思います。充実の1年の中で今日の声援はいかがですか？いやもう本当にすごい声援ですし、まあ、普段からまあこういう甲子園であったり、まあ、たくさんの声援いただいているので本当に感謝しかないです。はい、ファンの皆さんも感謝しますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。しっかりと、はい、感謝の気持ちを込めて手を振りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。中野選手でした。さあ続いては島本投手、はい、この大声援いかがですか？いやすごいですね、人がびっくりしてます。圧倒されてますね。はい、これだけの人がタイガースを、島本投手を1年間ずっと応援してきました。本当に感謝します皆さん。そうですね、みんなにありがとうって叫んでもらって、優勝してよかったなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。大声援すごいですね。そうですね、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですね。地元兵庫での神戸でのこの、パレード20年ぶりですけども、いかがですか？そうですね、まあ、前回もすごい盛り上がったんですけど、今年もやっぱりすごいですね。すごい、もうこれはもう来年に向けてまた活力になるというか、やっぱりもう一回したいなっていう気持ちにはなりますね。はい、ファンの皆さん待ってますんで、はい、来年もお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございました。藤本コーチでした。はい、久保田コーチ、大声援いかがですか？いや、ありがたいですね。はい、来年もやりたいですね。やりたいですね、ぜひお願いしたいです。はい、来年もお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございました。久保田コーチでした。梶谷投手、この声援はどうですか？気持ちいいですね、やっぱり。いつ、ありがとうっていう声援がすごく届いてるんで、はい、やってよかったなと思います。ファンの皆さんも本当にありがとうという気持ちを今日伝えてますが、伝わってますか？伝わってます。来年もウルペン守ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。梶谷投手でした。渡辺選手、はい、大声援いかがですか？いや、本当にトレードで1年目で来てね、こうやっていい経験できて本当に嬉しいです。はい、この関西の神戸の盛り上がりは改めてどうでしょう？いや、本当すごい、やっぱり大阪の熱い熱っていうのはね、すごい伝わってきて、はい、すごく楽しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、馬場投手、はい、この大声援聞いてどうですか？いやー、すごく嬉しいですね。はい、改めて今年、そして来年に向けてもたくさんの気持ちがあるんじゃないですか？そうですね、まあ、今年こういう声援いただいたので、また来年もこういう風なパレードができるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。馬場投手でした。浜地投手、はい、どうでしょう、大声援。いや、なんか僕の結婚発表にこんなに集まってくれると思わなかったのですごい嬉しいですね。ものすごい数の方が結婚祝福します。おめでとうございます。ありがとうございます。来年も楽しみにします。来年は頑張ります。ありがとうございました。浜地投手でした。大竹投手、はい、大声援ですよ、どうですか？いや、想像以上でびっくりしてます。すごいです。はい、移籍1年目、この神戸、はい、関西の声援っていうのは改めてどうですか？いや、もうこうやって今直接大竹という声をかけていただいて、はい、本当に応援してもらってたなというのを実感しますし、すごい感謝の気持ちになります。はい、ファンの皆さんも本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、石井投手、すごいですね。すごいですね、人が多すぎてもこっちが心配になります。ちょっと心配になります。もうなんか大丈夫かなと思って、はい、ものすごい声かけてもらってますか？そうですね、でもタオルまだまだ足りないんで、来年頑張って、まあ、悔しくもらえるように頑張ります。はい、楽しみにしています。ありがとうございました。新投手でした。